鈴木筆太郎は、対象新教育運動の時代の小学校教師、小学校校長で、小学校低学年での計算指導方法として、水道方式のタイルに似た、正方形のマスで重心法の位取りを教える、方法を考案し、その有効性を確かめた。筆太郎は1907年に、別紙教数機という教具を公表した。筆太郎はその教具で、実験授業を行い、 その確実な効果を実証した。筆太郎は厚紙で作った1.5センチメートルの正方形で1を表し、5枚2列の10個の正方形を並べたものを10の長方形としてひとまとまりにするという方法で重心くらい鳥を教えた。鈴木筆太郎が1907年に考案した算数教具、折りたたみ教数板を小野賢治が復元したもの。 5個ずつ2段になっている。黒い面を自動に見せる。裏面は白くなっている。そこから裏に折ってある白い正方形を黒い面に出して1から10を数える。10を裏返すと一つの白い長方形となり、10で一とまとまりという位取りをイメージさせる。鈴木筆太郎が考案した重心形ト図。1927年。 鈴木筆太郎が考案した重心法の教授方法をいい加減に模造したもの。いずれも筆太郎のプライオリティを無視した教員たちが作ったもの。1927年。鈴木筆太郎は慶応元年に愛媛県の農家に生まれた。若い頃のことはよくわかっていないが、ある宗教学校で仏教について学んだという。また、盛んに読書をして、 漢文の本をたくさん読んだという1885年20歳の時、村の簡易小学校の手伝いに出て、その後教員免許試験に合格して、小学校の教師となり、間もなく結婚した。27歳の時に、常文小学校の校長になり、1895年に30歳で、川の江神城高等小学校の校長となった。筆太郎が校長になった。 当時の高等小学校は学齢人口に対して4%ぐらいしか卒業生がいない学校で地方のエリートが通う学校だった。鈴木筆太郎は1897年に別紙人常高等小学校の校長に赴任した。筆太郎は小学校で教師たちが三術の授業がうまくいかないと嘆いているのを聞いて1905年頃から 算術教育の研究に打ち込むようになった。そして、正方形を使って数と数字の位取りを教える教具を発明し、別紙教数記と名付けて1907年から愛媛教育雑誌に立て続けに論文を発表した。筆太郎は、初歩の算術は奇数の定理と重心法の二つを理解させることができれば、決して困難なものではないと考えた。 筆太郎の教具はどれも銃を大事にするものだった。さらに筆太郎は別紙競数機を簡略化した教具折りたたみ競数版を考案した。筆太郎の教具は2段で一つの大きな銃マスの長方形となるようにできていた。このが10個集まった大きな長方形は裏返すと一つの大きな白い長方形に見えるように作ってあり、筆太郎はこの教具で 階の十個を上位の一個にまとめることを十個一括と呼んだ。このように階の十個と上位の一個が等しいということを直感させて位取りの仕組みを理解させようとした。逆に上の位の一個を下の位の十個に分割する操作も教具を使って直感的に理解させ一個十割と呼んだ。また重心系統図という教具を使って各単位の一個が 下の単位の10倍、あるいは100倍になっているということも教えた。また、筆太郎の教具は黒い背景に白い正方形を出すようになっていたため、黒の背景と白の正方形の関係が直感的にわかる仕組みになっていた。例えば、1、2、3と数えると、と子供たちには見える。筆太郎は、このようにして白い正方形を数えていくと、背景の 黒い正方形が子供たちに自然に意識されるようになるとした。例えば3ではイコール3とイコール2が意識される。そこで3プラス2イコール5や5から2イコール3のような水道方式の素過程に相当する計算が子供たちに自然に理解できるようになった。筆太郎はこの教具を使った授業プランを作った。筆太郎は10や1の位が空位の時は レイイコール0という言葉を添えて唱えるといいとも、主張し、70を唱えるときには、7、10、0、100を唱えるときには、100、0、0とすると教えた。これは、最初のうちは子供たちが直感している通りに、数を唱えさせると良いという理由からであった。筆太郎は、計算問題のテストをして、クラス平均が80点以上あれば、その授業は成功だ。 60点以下だったら教え方に問題があるという基準を設けて実験授業の前後で平均点を比べる実験をした。その結果従来の方法で教えた時には平均45点だったが、筆太郎の授業プランで教えた結果は平均82点だった。1910年に筆太郎はその授業実践の結果を鹿版の冊子にまとめて発表した。 そして沢柳正太郎など、当時の教育界で著名な教育学者や、数学者に送り高い評価を得た。筆太郎の別子小学校には授業の視察に来るものも、あり、筆太郎の教具は5年間で10数府県にまで、行き渡ったという。しかしそれ以上の広がりにはならず、彼は、良いものだからといって、必ずしも歓迎されるものではないということを知りました、と書いている。その後、 1916年に私立住友となる尋常高等小学校の校長になり、そこでも算術の授業を受け持ち一年生の学年末の平均点は90点以上あった。同じ学力調査を他の学校でも行ったところ、筆太郎が教えた東なる小学校が一番成績が良いということも分かった。筆太郎はどこの学校にもせよ。 いやしくも真に教育に興味を持って実験的に研究してみたいという教員があるならば、そういう人に対しては申し合わせとか内気とかいうもので束縛しないで、その学級の経営だけはその人の自由に任せてやってもらいたいと、教師の教育研究の自由も訴えた。1925年に筆太郎は60歳で退職し、その後は、 自分の教具と授業プランの普及に力を入れた。筆太郎は1927年に研究成果をまとめて低学年算術新教授法案を出版した。また、講習会も開いて、別紙教数機とそれを使った授業プランを教えることもした。その結果、筆太郎の授業プランを実施する学校が数校、現れたという。彼は松山市内に、 十一堂という店を作って、教具の安定供給も行った。1929年には少数だが、台湾、朝鮮、北海道までポツポツと実践するものが現れた。鈴木筆太郎の教具が紹介される以前は、ドイツなどで使われていた、数を円で表す、スーズが用いられていて、数を正方形で表したものはなかった。しかし、筆太郎の教具が発表されて、 以降は、五個一列のスーツや、筆太郎考案の黒い背景を取り入れたスーツが現れた。しかし、これらのスーツを用いた著書には、転居文献が一切書かれていなかった。また、成城小学校の佐藤武氏は1919 19年に、鈴木氏の説のごときは何だ認識論的な立脚点を有していないと批判したが、佐藤は欧米のスーツに加えて、 筆太郎の別紙教数記にの上に円を書いただけの競技を紹介し、欧米の数図より優れていると書いた。それらの模倣競技には、筆太郎の十個一括を直感できるものは一つもなかった。その結果、筆太郎が期待したほどには、筆太郎の研究成果を積極的に評価、模倣して広める人はいなかった。筆太郎の研究成果は、 プライオリティを尊重しない教育研究者たちによって、正しく継承されることなく忘れられていった。筆太郎は1927年の著書でこれらの模倣について、特に円を並べた図に対しては、奇数概念の形成というだけのことならどちらでもよろしいが、加減の定理を知らせるという点に至っては、かなり著しい優劣を生じ、 さらに進んで10個一括という重心法の論理を如実に示すためには、ぜひとも5個一列の10個一段の形式であるべく、また、それが方形であることを必要とすると批判している。1958年の水道方式のタイル提唱の時に、東山系もタイルが便利な点は切ったり繋いだりが自由にできる点である。これが円で表すとダメなのです。 円で表すとつなげることがどうしてもできません。タイルはつないだり切ったりが容易であるためにバラバラに離れたものだけでなくつながった量、つまり連続量を容易に表すことができますと正方形タイルの有効性を述べている。鈴木筆太郎が自身の研究前に行った1905年の高等小学校の95人の児童に対して指則計算の調査を行った結果では 平均45点だった。3年後に筆太郎の授業プランで教えられた児童にも同じテストを行ったところ平均82点だった。さらに子どもたちへのアンケートで算術家が一番好きと答える児童が一番多かった。筆太郎は1911年に算術教授法に関する新研究を出版して研究成果を公表した。 筆太郎はその後も実験授業を続け、その効果に自信を持った。1925年に60歳で退職すると、授業プランの普及に力を注ぎ、1927年に低学年算術新教法案としてまとめた。鈴木筆太郎の授業プランで授業をした教師は、算術の時間になると子供は手を打って喜ぶ。子供が算術を喜ぶことは初めて経験したと、 感想を述べたという。同時代の小学校長田子森松三郎も、骨牌と呼ばれる、正方形のタイル状の教具で、数の概念や掛け算を教える方法を発案したが、筆太郎の教具の方が、重心らいりをイメージさせるのに優れているという、評価もある。ありがとうございます。